お前から特別な匂いがする。お前、水炎の落ち葉はささやき、炎は泣きながら教えてくれた。ある強大な肉体が近づいていると。その体からは元老と戦った気配がするとも言っていたけど、お前が元老を追い払ったやつだったなんて。キー強い。お前の存在を感じるだけで美味しくて震えが止まらない。味見してもいい？一口、ほんの一口でいいから。早くお前を味わいたくてたまらないんだよ。普通の気候じゃないの、即決で。もちろん私の意のままに踊る駒に過ぎない。はかきたてられた。それを招待状にしてしばらくお前の体に取り付かせてもらおうかな。おいしい宿主、お前は特別な味がした。今まで私が取り付いてきたやつらとは違う。お前の体の奥底にあるそれは一体何なの？太陽？熱い。私のことは不縁と呼んで、私の目的については何も心配しなくていい。ただここから出たいだけで、お前を傷つけるつもりはないから。今の状況を説明してあげる。先週人はお前が遭遇したことを気打症と呼ぶの。そのまま進み続けても何の意味もない。だから私がお前を助けて、ケイエンが仕掛けた現象迷宮から脱出させる。その代わり、お前は私が獣王子から逃げるのを手伝う。お互いに助け合って誰も借りを作らない。どう？見ての通り、私はここの主じゃない。この迷宮を仕掛けたのは別の採用で、名前はケイエン。残念だけど、お前を助けられるのは私しかいないの。あの迷子の狐ハンガンが残した紙符？そんなもの、何の役にも立たないよ。私が